二度と私に逆らうんじゃないよ。こちらの動きを把握していたとしか思えません。誰かが政府に情報を流しているとでも。債権放棄を決定するのは間違いないでしょう。お待ちください。残念だがここまでだ。あの半沢というのは相当のやつですね。君は頭取に屈辱の倍返しをしようとしてるんだぞ。借りた金は返す。子供でも分かることです。我が国初の女性総理を目指すには通らねばならない道よ。我々がやるべきことは政府の言いなりになることではないはずです。